が、まあ、この代表戦につなげるためにもこのゲームいい形で終わりたい。松浦狙った、どうだ、決まった。松浦の直接フリーキックが決まりました。チームの逆転、後半34分、松浦拓也がこのキムスンギの壁を破ってチームの逆転。松浦拓也見事な直接フリーキック、今シーズン3点目。この今ジュビロの選手スタッフの喜び方、ただの逆転ゴールの1点じゃないような気がしますね。中村俊輔がいなくてもジュビロのフリーキックには怖さがありました。キムスンギュ手を伸ばしたが取れません。いやこれ素晴らしいキックだったじゃないですか。素晴らしいキックでしたね。壁を越えてこうちょっと落とすような、